ラブセッティング、ドライバーです。何回も浮気してこれだから結局聞きたいの。あとどれぐらい飛びますかじゃない。まずそう、ね、ドライバーでどれぐらい飛ぶんですか。ドライバーは、うん、そうね、難しい。でもすごい差があるから。そっか、まあ、でも210ぐらいかな、キャリーだったら。210キャリー、うん、めっちゃ飛ぶよね、うん、飛ぶときはね、うん、コンスタントは無理。そうだね、うん、で、よくてマックスどれぐらい飛んでる。マックス人生で、テレビ出てた時さ、何ヤードって出てたの。テレビは235って出てたけど。235ね。まあそうね、ランボとかいろいろなんかあるから ね。でも正直試合の時めっちゃ飛んでたよ。飛んでた。あれ結構ピークだもん私。そうだね、うん、人生のピークの一つに入ると思う、うん、だって私がまあまあナイスショットしてさ、あちょっと採用してもらえるかなって思ったら、それ以上にパキーンってやるからさ、はいダメ、はい心ちゃんの玉です今回もみたいな。じゃあの日はなんか本当いい風に、うん、飛んでたから、うん、でもあの時またおかしくなってるからね。うんうんうん、そうだね、うん、でもちょっともう気抜けちゃったよね。気抜けちゃったね、うん、ま、でもまあ試合に持ってったからね。そうそうそう、うちらはね。まあまたねチャレンジして、うん、その時に調子合わせて。そうだね。次距離、次は4番5番ウッド。4番ウッドは、まあ、190。5番ウッドは180、うん、打つか打たないか。175か180。4番ユーティティは170。6番ユーティティは160。おお、ちゃんとそこ10ヤードずつになってんの。なるほどね。でアイアンで550。6番アイアンが150。7番アイアンが140ぐらい。40打たないこともある。7番、うん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 、調整ね。8番が125、うん、急に5出てきたよ。まあでも大事だよね、うん、9番が115、うん、9P は105で、さっき言った50で90、80、65。フルショットだよね。うんうん、うん、へえ。アプローチは何でやるの。例えばなんか30ヤードとかさ。基本58。ああね、そうだよね、うん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 、でもこれ合わせんだったら52で、うん、なるほどね。私ね58度、56度、52度だ。50度じゃない、58、56、52入ってる。あ、うん、52ってどこまで打つの。80ぐらいかな。じゃめっちゃ置くじゃん、そう52のアイアンが、うんうん、それもピッチングで調整する。私はやっぱさ絶対1本そのクラブなるよね。どれかが1個で調節しないとさ、うんうん、そう。でもやっぱ52度とかさちょっと重くしてる分多分下入っちゃう時ない。あからさ距離とかがさロスして、ま、マックスで、そうそうそう、うんうん、マックスで打つっていうなんかあんまやってなくて、うんうん、あんまりやってないって言うかんだけど、あんまりやってない。そういうのあんまりやってない。50度でマックス打つのやってない。からだいたいピッチングで90から100ぐらいを調整して打つって感じ。その方が安定してる。ピッチングで打つ方がなんか距離が、うん、でも P で確かにあの日もいろんな距離打ってたもんね。うん、ちょっとこれ P で行くんだと思って、うんうん、調整するから。そう、ピッチングを短く持って打つとか得意なんじゃない。だから P、 そうかも、ね、P は得意。 P はだっていろんな距離出せちゃうわけじゃん、うん、90から100、うん、105とかまでいけるかも、うん、触れるバーンって。結構だよそれって、ね、90ヤードなかなか P 打つの難しいもん私。そっか、結構それで無理だ、止まる。 P はすごいスピンかけられる。なんか、うん、たまになんかバックスピンかかってるみたいな言われる時あるから嘘でしょみたいな、P で打ったんだよみたいな時はある。 P 一番得意かもよ、もしかしたらクラブで。そうだね、うん、だって、そうね、P でバックスピンとか、うん、その距離の打ち幅の、うん、なかなか私無理だわ。 P は 100から105しか打たない。へえ、幅利かせるのは何のやつ。
58度で一番多分幅はやってるんだって30も40も65も落ちたら、なるほどね。だから52度でそういうのができないんだよね私。まあ52度そうだね。52度と30度って結構わかんない。できる、半分ぐらい打つとか。あでももうさ、グリーンがちっちゃかったりさしたらもう打てないじゃんそれ、なんでちゃうわね。なんでちゃう、なんかたまに転がすときは56度、で打つかな。あと土、グリーン周りの土のときはあの58度だとガスってなっちゃうから、56度とか52度でカンと、まあ、ピーで打てとかよく言うけど、私はちょっとそれできなくてイメージする。そんな感じ。そんな感じです。はい、はい、また今度はね、純ちゃんのね、クラブセッティングをやりたいと思います。はい、なんかこんな感じでラフになっちゃいましたが、少しこう、皆さんに私なりのセッティング、まあもう少ししたらまたすごいアイアンがガラッと変わっちゃうので。そうですね、まあね、なんか質問があればね、コメントを、クラブの質問があればコメントでください。またその質問に答えますね。以上です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。